聞こえるかしら。おかげさまで剣の修復はどうにか完了よ。そちらの作業が終わり次第合流してちょうだい。いよいよボイドゲートを開けるわよ。
待たせたわね。月側の準備も全て整ったわ。よかった。バブイルの塔もすでに再起動が完了している。今すぐそちらにエーテルを送っても。ええ、お願い。行くわよ、アルフィノ。こちらも術式の展開を開始してちょうだい。ボイドゲートをこじ開けるわよ。でき始めたわ。あなたは剣の軌道を。ゲートは開いた。封印機構も作動しているように見える。あとはそれが効果を発揮するかだな。図らずも実証できたようですね。封印機構は想定通りに機能していると。遅くなった。ことは順調に進んでいるようだな。ええ、私たちの開いたゲートから用意がやってきた。第十三世界につながっている証拠だわ。すごいよヤシトラさん、この場に立ち会えて私たちも嬉しい。ありがとう。
みんなの協力のおかげよ。この成功は次元跳躍の基礎理論が確立できたことも意味するわ。アシエンは世界を統合するために共造世界を特定の属性の力に偏らせることで次元の壁を破壊し、そのエーテルを原初世界に流し込もうとしてきた。ではなぜ共造世界は別の共造世界とではなく原初世界に統合されてしまうのかしら。原初世界だけに何か特別な力が働いていると。ええ、本来一つだった世界は原初世界を起点に元に戻ろうと引き合うのではと考えたの。そしてハイデリンはおそらく統合引力とも言うべき世界が引き合う力を抑え込んでいた。だからこそ停滞の力を司る存在として作られたのよ。一方でボイドは闇、つまり活性の力に偏っている。だからこそハイデリンによる抑制効果が崩れやすく、クラックが自然発生するほどにつながりやすいんじゃないかしら。今回はこうした過程の下で最も強い引力の先を狙って次元の壁に穴を開けた。言い換えれば行き先がボイドだからこそ成功しただけ。基礎理論が固まったとはいえ、これだけでは他の共造世界は狙えないわ。それでも第八零歳後の未来では第一世界への次元跳躍をやってのけた人たちがいたのだから、理論を突き詰めていけばいずれ必ず。魔女殿の夢は大きく前進したというわけだな。まだまだこれからよ。だからこそボイドからの進行で研究の邪魔はさせないわ。さあアジュダヤを探してゴルベーザの計画を阻止するわよ。みんな私の背に乗るんだ。ボイドゲートの位置まで大穴を降りよう。では私は錬金術師の皆さんを地上に送り届け、レポリットたちと連携してゲートを監視しておきましょう。みんな気をつけて、必ず無事に帰ってきてね。
ここが第十三世界の月。ああ、間違いない。闇の氾濫からこちら天に昇るのはいつも血のように赤い月だ。用意の大軍とご対面かと思っていたが、随分と静かだな。ゴルベーザは自身の領域がどこにあるのか限られた配下にしか伝えていないということだった。ならこれほど閑散としているのも頷ける。だが気は抜かない方がいい。ここから原初世界に侵入した用意がいた以上、奴の駒が潜んでいないとも限らないからな。姉さん、近くにいないのか。そう焦るな、ブリトラ。ひとまず周りの状況を確認してみるべきじゃないか。すまない、気がついた。では私は上空を一回りしてくれよ。君たちは地上を頼む。